こんにちは、トリカラチャンネルです。こちらは、飛び立つオブシムシの飼育水槽。みんな、のびのび、ぬくぬくと、緊張感のない生活を、謳歌しているようです。生活環境は、雨も降らず、風も吹かず、嵐も来ず、外敵もおらず、餌に囲まれて、食って、寝て、交尾しての生活です。なんて好待遇だこの野郎。まあ、そんな夢のような生活を眺めながら、酒かっくらって、癒されてんだこっちは。それにしても、また楽器からが、散らかってるな。樹皮の下を、チェックしてみよう。めっちゃ増えてるかもしんねえ。オープンザ。樹皮。なんでやんねん。なんでミルワームがおるねん。多分、すごく小さいミルワームが、枯れ枝にくっついていたんだろうな。この枯れ枝、もともとはミルワーム水槽に入れてあったやつだし。とにかく、確保だ。とびっくりに育ってやがるな。ミルワームとカツオブシムシ、共存可能ってことか。破壊力は、健在だな。とりあえず、掃除だな。ミルワームの楽器柄が、混ざってるな。よし、まあまあ綺麗になったぜ。とりあえず、グラブパイでも食らいやがれ。